リシリアファイナルファンタジーオペラオムニア公式番組オペオペイエーク。バイバイ、良いお年を。みんなとのクリスマスパーティー楽しかったな。うん、やっぱビビを幹事にしたのは間違いじゃなかったな。これで年も越せるぞ。いや、本当にいいのか私。こんな気持ちで年越していいのか。待って。あのさ、よかったらこれからコルツ山で私と星空見ない？で誘いたいのはマッシュ森下ゆき子と。みんな良いお年を。バイバーイ。クリスマスパーティー楽しかったな。やっぱいいこと頑張って飾り付けしてみんな喜んでくれてたし、よかった。待って、でも私このままでいいのかな。本当に自分に嘘ついてない？エイコ、ごめん、私行ってくる。待って、あのこれから私とエストガザに行かないと誘いたいのはジタン大和田ひとみです。そして今回は早速このお方をお呼びしましょう。オペノスケさん。いやクリスマスパーティーも成功したでしょ。これはやっぱ僕に手伝ってもらってよかったわ。お、みんなありがとうね。良いお年を。いいお年を。はい、帰りに式を受けてね。よし、あとは風呂入って寝るだけなんだよな。よーく後片付けしよう。いや待てよ、違うじゃん。そうじゃないんだ、おじさんももうちょっと頑張ろうかなと思う。ちょっと待って。俺とレストラムのバザーに行かないかと言いたいのはいいです。オペの助でございます。うわー、メリークリスマス。頑張った。メリークリスマス。何人とも頑張った。いやこのクリスマス3部作ね。そうですね、去年一昨年と。分からない方はもうそうですね、一昨年から参加しておりますので、はい、繋がってます、繋がってるんですよ。長かったよね今日ね。今日そうです、久しぶりにちょっと長めの長めのやつをね、はい、そうそうそう。やっぱりクリスマスね、一緒に過ごしたいのは推しじゃないかっていう。そうなのよ、行き着きますから。そう、よかったです、みんな頑張れてね。え、ちゃんとひとちゃんなんか、ね、A ことにちゃんと宣言してから、そう、やっぱ一緒に頑張ったのに、ちょっとそうだよね、恋のライバルでもあるし、でもきっと誘っても断られる。ダガーがいるからって言われるよ。でも誘うのは自由だもん。そう、別に、うん、そうなの、うん、頑張れたかどうかっていうのが大事なの、うん、そうだって、やっぱそこ頑張んないとさ、うん、新年迎えられないもん。そうね、やっぱ今年頑張ることは今年のうちに、うん、やっていきましょうということですよ。はい、はい。さて、今回も始まりました、オペオペ EX。 こちらは私たちが作品の垣根を越え、総勢140人以上の FF キャラと冒険が楽しめるディシリアファイナルファンタジーオペラオムニアを改めて始めたいと考えている人や初心者の方、そして FF シリーズが大好きな全プレイヤーの方々と一緒に楽しんでいく番組です。ちなみに今回も新型コロナウイルス感染拡大防止のため安全に配慮した形で収録を行っております。はい、離れてます。これあれよね、あの絵的には僕多分中央にいるのよね。中央に、そう、お二人の真ん中にいるんだよね、きっと。その辺で、はい、でも一番離れてるからみんなからということで、うん、番組は第13回、うん、はい、クリスマス回ということで、うんうん、今年もクリスマスメイター格好しております。はい、またちょっと今年はあれだね、趣向を変えた感じのクリスマス衣装だね。ね、そうだね、なんかこういうタイプの服を着たのは初めてだ私は。なんだこれ、着なんだこれ、着ぐるみじゃなくて。俺言わせてほしいんだけど、うん、2人とももうサンタには興味ないの。全然2人ともサンタの格好したがらないのよ。
そう、サンタの格好はのすけさんに任せて。そうなんですよ。そうそう、メインの格好じゃん、言ったらこの季節。いや、でも似合ってますよ、うん、やっぱ一番お似合いになるから、うん、ありがとうございます。このベストもね、このね、うん、あのお腹が大きいから後ろ切ってるんですよ、これ特別製です。特別仕様のメイクさんがそうだと思ったって言われて、チョキチョキチョキって切ってくれて、バババババって縫ってくれた。今回もね、まあ、こんな感じで華やかな感じでお送りしていきたいと思いますが、はい、なんとね、うん、今回は2020年最後の放送です。あら、もうなんだ、早いな。早いよ。それ最後まで楽しんでいってくださいね。はい、では始めてまいりましょう。リシリアファイナルファンタジーオペラオムニア公式番組オペオペ EX の第13回、今回のミッションスタート。オペオペ EX、 まずはこちらのコーナーからまいりましょう。オペノスケの情報通の館。はい、ということで今回も新情報をお届けします。はい、なんですけれども、うん、まあ、このコーナーって割その情報がね、いつもお二人が左右にいて情報が真ん中に出るじゃないですか。はい、うん、オペノスケは邪魔なんじゃないか説が今出てるんですね。そうだから一旦画面から消えます。サンタの格好してるのに消えちゃった。消えちゃった。ではお品書きをご用意しましたので、モッチョさんお願いします。天の声に戻りましたよ。はい、今回のお品書きはこちらです。新章開幕、新 BT 武器 &LD 武器を公開、うん、年末年始も盛り上げます。ニューイヤーキャンペーン情報。わあ、新章始まるんですね。ねえ、楽しみ、うん、はい、12月28日より新章が開幕となります。はい、また年末年始ということでもちろんニューイヤーキャンペーンも実施しますよ。うん、今回はそれらの新情報を持ってきましたので早速ご紹介いたします。お願いします。まずは新しい武器が追加されるのはこの人。きたー、ユーナ。ユーナ BT 武器って書いてある。はい、そうなんですよ。 BT 武器と LD 武器が追加されるのは FF10 のユーナ。合わせてキャラ調整も行われます。とんだ新年だ。ユーナは、EX とかでバルファーレ呼び出したりとか、はい、そして戦うキャラでしたけれども、はい、そうですね、うん、FF の10のバースト武器はこの間ティーラが来たじゃないですか、うん、だからジェクトが来るっていうことではない。ね、確かに、うん、時期は言えないんですけれども、まあ、今後ジェクトの BT 武器を出す予定はあります、うんうん、じゃあその FF10 だけ特別に3本 BT 武器が出るのかっていうと、それもそういうわけではなくて、来年からはいわゆる各タイトルを代表するキャラ以外に、うん、派生タイトルの代表キャラも BT 武器を追加していこうっていう予定なんです。おお、はい、そうか。じゃあユーナは FF の10-2 を代表する BT キャラっていうことになるんですか。そうですね、その認識で大丈夫です。はあ、すごい、すごい楽しみ。ユーナに BT ってどうなるんだろう、ね、教えてください。教えてください。わかりました。もちろんこの BT が追加されるキャラっていうのは決して全部のキャラクターではないんですよ、うんうん、ま、なんですけれども今回その来年のね、そういった計画の中から年末年始のサプライズということでユーナの BT 武器はご用意したとなっております。すごいだったね。ねえ、楽しみだね。これからどうなっていくんだ。ではそんな気になるユーナの LD 武器の詳細からご紹介します。お願いします。こちらです。うん、はい、新 LD 武器はネメシスロット、うんうん、LD アビリティはシューティングの場になります。うん、はい、こちらね、味方全員の弱体効果を全部回復した後味方全員にブレイブを加算して全体の魔法ブレイブ攻撃プラス全体 HP 攻撃を行います。うん、で、自身に強化効果私は飛べる、うん、と、特殊効果バルファーレを付与するんですね。私は飛べる。飛びます。どんな強化効果なんですか。次のスライドお願いします。うん、はい、私は飛べる、うんうん、こちらなんですけれども味方全員の最大ブレイブと攻撃力与えるブレイブダメージをアップさせます。うん、さらに、味方全員に弱体効果が付与されていなければ、はい、さらに追加で効果が発動するんです。弱体効果が付与されていなければ、そう、味方に弱体効果が付与されていなければ、自分の与えるブレイブダメージがさらに上がって、うんうん、まあ、最大ブレイブで攻撃力が上がって、うん、味方全員の与える HP ダメージがアップすると。なるほど。
そっか、ユーナはエスナでも弱体効果の回復ができるから、うんうん、追加で効果が発動しやすそうですね。ね、うん、いい感じでますよ、それは。もちろんこのエルディアビティ自体でも弱体効果はね回復できるし、うん、まあ、さらにねその後に敵からね何かもらってもね、エスナってやればよしってなりますよね。はい、そうなんですね、うんうん、はい、では続いては特殊効果バルファーレなんですけれども、うん、あのこれって EX 武器でもつく特殊効果なんですよね、うんうん、なんですけれどもこの LD 武器を持っているとさらに強力なコマンドが使えるようになります。お、詳細は次のスライドをお願いします。はい、この LD 武器を持っていると、特殊効果のバルファーレが付与された時に、うん、ユーナのグレーブ攻撃がソニックウィングプラスプラスに、うん、HP 攻撃がシューティングレイプラスプラスになるんですね。おお、最近話題になったプラプラ、プラプラだ、ソニックウィングプラプラとシューティングレイプラプラになるんですね。そう、最近話題になったというと我々だけですけどね。私たちだけで、そうそう、はい、そうなんです。でこの変化した技ってじゃあどんなのっていう話なんですけど、はい、これもね次のスライドにまとめましたんでお願いします。はい、ソニックウィングプラスプラス、こちらは、うん、自分にブレイブを加算して、うん、まあ、敵単体への魔法ブレイブ攻撃プラス単体 HP 攻撃を行う技です。はい、で与えた HP ダメージに応じた量のブレイブを味方全員に加算して、うん、でここ注目ね、自身のリキャストゲージを 20% 貯めるっていう効果があるんです。おお、はい、対してシューティングレイプラスプラスは味方全員にブレイブを加算して全体の魔法ブレイブ攻撃プラス全体 HP 攻撃を行う技です。うん、でこちらも自身のリキャストゲージが 20% 溜まるんですね。わー、いやこれいいですね。なんかユーナってバルファーレを呼び出した後、うん、結構もう一回 EX アビリティを使うのがちょっと大変だったりしましたもんね。うん、大変だった。あの変化を使ってるとね、あのリキャストゲージがなかなか溜まんなくてね、うん、なかなかもう一回バルファーレが呼べなかったんですよ、うん、なんでその運用ちょっとしにくかったなっていう点が改善されつつより強い技になったっていうイメージですね。はい、でこのさっき言ったリキャストゲージが 20% 溜まるっていうのは、まあ、イメージとしてはそのいわゆる回数制、回数が決まってるアビリティを使うキャラと比較しても、リキャストゲージの溜まりは、ね、そんなに変わらないぐらい溜まります。うん、なるほど。そっか、じゃあ結構アビリティの数に余裕があるというか、うん、そもそもアビリティ消費しないですもんね、そのソニックウィングとシューティングブレイブは。はい、うん、変化ブレイブと変化 HP 攻撃はその回数がない。へえ、なんかすごい長く戦えそうな。ねえ、本当だね。そうですね、あのリキャストゲージを今まで貯めるためにあの結構無理にというか、うん、使う必要があまりなくてもエスナとかハゲマスを使っている瞬間ってあったと思うんですけど、うんうん、まあ、それがなくなります。うーん、それをしなくてもちゃんとそのブレイブ攻撃と HP 攻撃の変化コマンドで、ちゃんと EX のリキャストゲージが貯まるんで、うんうんうん、なんていうんですかね、あの結構攻撃的になってます。その変化コマンドを主体に戦うキャラクターとしては、うん、結構ガンガン攻撃してって大丈夫なんで。へー、そうなんだ。はい、攻撃的な性能になっております。うんうん、なるほど。はい、続いては BT 武器の紹介です。次のスライドお願いします。あー、おーおー、はい、ということで新 BT 武器はニルバーナ、フィニッシュバースは異界送りになります。異界送り、どうしたの、打ち合わせしてたのそれ。ハモったけど。異界送りするんだ。ね、しちゃうの、ね、はい、しちゃうんですよ。うん、はい、この異界送りはね、自分にブレイブを加算して、現在のブレイブに応じた全体への HP 攻撃をした後に全体への魔法ブレイブ攻撃プラス HP 攻撃を行う技です。うん、はい、このね、現在のブレイブに応じた全体への HP 攻撃の部分なんですけれども、この攻撃をした時にあのブレイブを消費しないんですよ。そのユーナのブレイブを消費しないで敵にダメージが HP ダメージを与えられるので、うん、まあ、その後の、ね、攻撃もあるんで、まあ、連続して戦い HP ダメージが出せる、はい、っていう感じです。なるほど。そしてバースト効果については次のスライドお願いします。バースト効果は味方全員に次の効果が発動します。はい、攻撃時奪ったブレイブが最大ブレイブを超えて加算される上限をアップ、うん、与えるブレイブダメージアップ、うん、与えるブレイブダメージ上限が9999を突破可能。はい、そして、味方全員に弱体効果が一つも付与されていない場合、うん、与えるブレイブダメージがさらにアップして、与える HP ダメージアップっていう効果も追加されます。さらにです。そっか、バースト効果も弱体効果が付与されていない方が効果が高いっていう風になってるんですね。そうですね。なるほど、なるほど。はい、以上がユーナの新武器の情報でございました。さらにユーナには
こちらもご用意しております。何どうぞ。あえはい、イフーナの特別スキン付きジェムセールが開催です。めっちゃ可愛い。めっちゃ可愛いの。これあれだ、シムアとのね、うん、結婚式の時の衣装だ。衣装だ。そうですね。私は飛べるって。私は飛べるだ。バルファーレ来てくれるとこだわ。なんかさ、この衣装もさ、うんうん、本編でもさそんなまじまじ見れないというかさ、うん、そうだね、うん、ま、本当にそのイベントぐらいでしたもんね、うん、今見とくか今見とくか、新しい発想だわ。はい、ということで、ね、ひとしきり味わった後にさらにこちらも追加されます。ゆうな祭りよ。ゆうな祭りスタンプ、はい、こちらのスタンプも新しく追加されますね。かわいい。かわいい。ぜひ使ってみてください。かわいいです。続いてはニューイヤーキャンペーンの詳細をご説明します。うん、今回のキャンペーンでは初登場となるジェムセールもございます。まずはね、こちらのスライドをお願いします。うん、はい、ニューイヤーキャンペーンでは5種類のガチャが初回10プラス1回無料となります。嬉しい。ありがとうございます。前回はね、2つ隠されてましたけど、うん、今回は全部書いてありますね。何か持っている。最近チェックが厳しいよね、ここに対してのちゃんと見てないと、うん、はい、ストーリーガチャっていうのは、うん、さっきのユーナの武器ですよね、うん、はい、そうです、うん、ニューイヤーキャンペーンガチャの内容も教えてください。お願いします。これはね、秘密なんだな。え、なんで、なんでだなんでだって言われた。なんでだなぜ言わない。秘密なことに理由なんか まあ、なくはないんだけど、まあ、秘密なんですよね。秘密か、はい、なんですけど、あの前回の年末年始って、あの新年1月1日の0時からイベントやりましたよね。エクスデスとセフィロスのレイド、うん、あ、そう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 、あ、なんか夜中からね始まったから、うん、びっくりしました。はい、今回はね、その12月31日の15時からイベントを行うことにしました。で、このニューイヤーキャンペーンガチャのキャラはそのイベントで恩恵となります。なるほど、はい、新武器はありますか。ん聞き返されたあれ、おかしいな。チクチク聞いてけ。すごいな、もう暗いすぎてくるんだよな、この感じな。うん、まあいいでしょう、そのくらいならね、お答えできます。あのニューイヤーキャンペーンガチャって、まあ、2種類、2つあるんですよ、2種類、うんうん、で、そのうちの1つには新武器があります。おー、はい、こちらね、ヒントになるからね、ぶっちゃけ分かんないんですけど、うんうんうん、同じく31日にはこちらもご用意しております、うん、次のスライドをお願いします。おー、はい、また来た来た。そうなんですよ、12月31日に剣の武器スキン、剣か、はい、芸春の羽子板が登場です。なんだろうと思っちゃった。剣なんですね、これ。季節感取り入れてくんな、武器スキンは。大事にしていった。そう、いやー、お正月っぽいの来ましたね。そっか、うん、ってことは新武器は剣のキャラなんだ。うん、ほう、うん、うん、うん、まあ、剣の LD 武器、剣の LD 武器、はい、これ以上は秘密。剣の LD 武器、まだ LD 出てない人で剣続いてはこちらです。はい、はい、お正月ということでログインボーナスに2000ジェムが登場です。お、はい、こちらの期間を見るとちょっと分かりにくいと思うんですけど、はい、まあ、平たく言うと三が日に1日2日3日に、うん、毎日ログインすれば最大で6000ジェムがログインするだけでもらえるんですね。すごい、ログインするだけで、はい、6000ジェム、はい、マックスでね。お年玉だこりゃ。ありがてえ。ありがとうございます。この機会にね、ぜひたくさんの皆さんに遊んでいただければと思います。はい、続いては新しいジェムセールの情報をいきましょう、うん、こちらをどうぞ。はい、LD 武器確定ガチャチケットがついたジェムセールを特別に実施します。確定、確定、初めての試みですか、ね、これは。はい、これね、初めてのやつですね、はい、今回はね、あのオニオンナイトとゴルベーザとクジャっていう3キャラがピックアップされております。あのこのピックアップはそのまだね、 LD 武器をそんなに持ってない人向けに、うん、集会とかでね、活躍しやすいキャラクターをピックアップしたというラインナップですね。なるほど、確かに。どれか確定でそのチケットがあれば、そう、3人のうちの誰か1人が手に入るチケットとなっております。そうなんだ、すごい。
い、狙っていける、ね、でこちらね、あの期間中1回のみ購入できますんで、うんうん、まだねこのキャラの武器を持ってないよっていう方はぜひお買い求めいただければなと思います。あ、続いてはお得なジェムセールのご紹介です、うん、はい、こちらニューイヤーキャンペーンジェムセールを実施します。はい、こちらの、ね、セール1は星7防具進化に関わるアイテムがおまけについてきます。はい、はい、ハイガードメダルが40個とかね、おー、はい、すごい、ハイガードメダル、アルテマインゴットの庇護とかがね、うん、ございます。これはね、あの次元の最果て超越の応援キャンペーンの時にあの実施したセールよりもおまけの内容がね、まあ、お正月し、まあ、年末年始ということで豪華になってるんですよ、うんうんうん、なんでね、推しキャラに強化にぜひご活用いただきたい。どう、最近星7防具進化事情は。モリシはすごいなんかしてたの見たよ、フレンドでね、うん、マッシュがね青くなってたでしょ。青くなってるみたい。アピールしてた。ようやくマッシュのために貯めていたものが、うん、パッと放出。確かにあの武器も追加され、キャラ調整もされ、一番油が乗ってる時期に彼山を召喚するんですよ。そうだね、すごい、ゴゴ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 ゴ
私はまだあのためにためてちょっとまだ使えてない推しがね、なんかそう推しが来た時にバッて使いたいって思うとその時の自分がどんだけ貯められてるかさこう不安になっちゃうから、うん、ちょっとまだ使えてないですけど、これ貴重だしねこのアイテムね、貴重って思ってたからこのセール買っちゃえばいいんだよ。そうですね、これ超お買い得な、そう魅力的、これは推しキャラ1人分はとりあえずキープしておけば、確かに本当だ、いけるわよ乗せられてるよどうだねお客様そしてですね、あのセールはねもう一つあります、うん、こちらこちらね、セールには、うんまあ、たくさん種類があるんですけれども、うん、あのこれらはね、キャラの育成とか EX 武器の進化に必要なアイテムがおまけになっております。あの120円のやつとかあるのね。ほんとだ、120円ってなんかいいですね。いいですね、なんか欲しくなるよねこれ120円のやつとかにはその武器進化のものとかついてないんですけど、うんまあ、ちょうどね、あの例えばこのお正月年末年始から始めたって方でちょっとなんか育成素材が足りないなっていう方は結構お買い得な、はい、ラインナップになってます。これ用途に応じてセール1とセール2、まあ、自分がね欲しいキャラクターのどっちの、ね、武器と防具を育成しよう、まあ、進化させようかみたいなのを、まあ、見ながら お買い求めいただければと思います。はい、はい、こちらねあの販売期間が2回に分かれておりまして、最初の販売期間は12月28日の15時から、12月31日の14時59分までと短い、まあ、ほぼ3日間ぐらい、うんうんしかないんですよ、はい、第1弾は、はい、なんで、あ、後で買おうと思ってたのに忘れてたみたいなことがないようにしていただけると嬉しいなって思います。わかりました、わかりました、はい、続いてはこちらになります。あら、あらら、はい、毎日メダルコレクトバトルに特別なジャボテンダーが登場です。ジャボテンダー、はい、なんか新たな装いですか、もしかして ねでしょ。デイリーミッションをクリアすればガチャチケットが3枚、うん、で期間中全部やれば合計で45枚獲得可能となっておりまして、はい、こちらにあの年内はメタルジャボテンダー、銀色の、ね、ジャボテンダーが出てくるんですけれども、うん、1月1日の4時からはニューイヤージャボテンダーが登場します。こいつニューイヤージャボテンダーって言うんだいや、道理で新年感が強いと思ったよかわいい。ガチャチケットもたくさんもらえるんですね、うん、そうね、あの年末年始はね、あの欲しいガチャがいっぱい増えているタイミングだと思うんで、うん、ガチャチケットも集めて毎日ねガチャを回してほしいと思います。はい、はい、忘れずに毎日挑戦してくださいね、うん、では次のスライドお願いします。はい、あのゲームについてはねこちらニューイヤーキャンペーンではないんですけれども、うん、あの毎回新章合わせで開催している厳重会応援キャンペーンも実施します。おはい、ここで紹介している新章の恩恵キャラが厳重会アルティメットと新厳重会ラムーの恩恵になります、うんうん、はい、オートプラスを活用してね周回しまくってください。そうだ、ラムーをまだ新厳重会ラムーがまだ奥まで進めてない人は、うん、このタイミングで、そうよ、うん、このタイミングでねジェムとチケットを掘りまくれば、いや確かにもうオートプラスがあるから、そうだよね、もう正月はもうずっとオートプラスよ。そしてパンデモニウムの厳重ボードミッションって書いてあるから、うん、うんうん、これはつまり次回はパンデモさん、そうなのよ、名探偵だね
いやもうちょっと最近ねこの番組ね名探偵多いね次回の新元獣会はパンデモニウムを予定しております、うん、なのでねこのタイミングでねパンデモニウムのレベルを事前に上げて、まあ、お待ちいただければなと思います。はい、わかりました。最後はこちら、うんうん、はい、いつものわー、ありがとう、いつものございます。はい、まあね、あの先ほどねユーナのスタンプが追加されるよって話したじゃないですか、うん、はい、であのこのニューイヤーキャンペーン中に、うん、まあ、ユーナじゃない他のキャラのスタンプの追加もほう、どうぞお楽しみに。え、さっき内緒にされたキャラクター、あの LD 来る人かなのスタンプということで、今回の情報は以上となります。無視された。お楽しみということで、うん、はい、はい、オペノスケさん今回もありがとうございました。ありがとうございました、はい、した以上オペノスケの情報通の館でした。オペオペ EX 激闘京都オペオブブはい、このコーナー元い部活ではオペラムニアを深めに楽しむ活動をしていきますよ。はい、はい、あ、ん、おかえりなさい。おかえりなさい、サンタさん。ただいま。大変だったよ、うん。戻ってきたんですね。戻ってきた。新情報というのは袋をね配ってきたから。ああ、ありがとうございました。その説は。その説はね。では早速今回の活動を発表しましょう。うん、今回の課題は乱将グラディオラスのルフェニアに挑戦です。おお。はい。ということでグラディオラスの乱将難易度レベル200、難易度ルフェニア相当のクエストにチャレンジしていただきます。うん、挑戦していただくのはボイシ。はい、やります。ルフェニア久しぶりだ。そうだね、ルフェニアはいつぶりだろうね。結構マジで久しぶりだよね。 EX になってからは、うん、のすけさんがやって、うん、トレイの談笑をやった記憶がある。トレイの談笑と、うん、あのめちゃくちゃ簡単にクリアしてルフェニアを紹介したっていうので、したね、したね、その2回だ。うん、今回もねお題をクリアしたらご褒美として視聴者の皆さんにゲーム内アイテムのプレゼントもございます、うん、では森下さんのチャレンジスタートです、うん、まずは森下さんのパーティー編成を見てみましょう。はい、うん、マッシュ、はい、ガーランドさん、うん、パラニンセシルさん、はい、うん、はい、この3人でいきたいと思います。召喚獣はオーディン。オーディン、あ、オーディンなんだね。やっぱ防御力が今回の敵、はい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 、すごい硬い。硬いよね、うん、だからコールアビリティも、うん、こう防御力ダウンを、うん、ああなるほどね、つけるっていう気持ち、はい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 、なるほど、うん、でコールしてますね、うんうんうん、クラウドさんはちょっと何かあった時用の遅延だ、遅延で、はい、なるほど。最初このメンバーでなんとかクリアしたんですけど、うん、こんなギリギリでクリアかと思って、ああなるほど。で、あの防具を結構みんなハイガードで交換して、はい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 、かつあの精錬、うん、スフィア精錬だ、スフィア精錬のをとりあえずこう入れられるだけ入れて入れたんですよ、うん、で結構スフィアとかもやったら割と全然触り心地が違くて、やっぱ大事なんだなと思いました。スフィアとか防具とかって、まあ、やっぱ大事よね、うん、そこやっぱその攻撃力に直結することもやっぱりあるし、うん、はい、はい、で今回のルフェニアは、特殊カウント、はい、あれの増加条件見てみます。はい、カウント対象に属性弱点ダメージを与えつつ敵全体の行動順を遅らせるとカウント8増加。マッシュだな、うん、マッシュ、もうマッシュ、そう、ほんとマッシュが、ま、あとあれですよね、あのパラディンセシルの A アビを使った後のガーランドでも一応条件を満たせるのかな、確か。そうですね、エンチャントで、エンチャントをセシルさんがつけてくれて、その状態でガーランドさんが攻撃すると、うんうんうん、遅延でね、遅延していくっていうスタイルです。うん、これはどうですか、自信のほどは。どうだろう、大丈夫かな、ちょっと自己死が多い今回の敵あの途中から、ね、オール攻撃が、そう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 、ちょっと後半からもう当たっちゃうと大変なことになるので。わかりました、頑張ります、当たんないように。では出撃していただきましょう。はい、ほいということで始まりました。はい、はい、これね、うん、一番初めがねやっぱ
一番なんだきついというか。きついです。おそうなんです。ただこれマッシュが頭にいなかったらやり直そうとしてました。うん、ああなるほどね、うんうん。でも今来てる。うん、よし今来てる。何が来てる？来てますね。マッシュからだ。マッシュからだから。じゃあ開幕はこのファリスさんの攻撃で防御力大ダウンをとにかくつけたいんですよ、うん、今回はじゃあ本当に敵の防御力をいっぱい下げる作戦なんだね、うんうん、強いんだもんだから打ちます、はい、うちは持ってない祭りだ祭りだでタイガーブレイクいきたいと思います、うんまあ、これは防御力無視なんですけど、いやこれ大事よ、そうこれ大事よ、あのオペの助マッシュがいなくて一番初めやっぱきつかったもん、ここブレイクさせるのが大変だよ、そうマッシュいない場合どうしていいのか、ユキコのマッシュ頼りだよそしてガランドさんは、はい、カウントが4でしょ、セシルが連続コードしてるの気まずいなあれこれ大丈夫かこれあのセシルの連続コードが本当あれよね、これ電気ロッドを打ってる暇ないね、ない、うん、これちょっと想定外です、想定外本当だ、いけるときはいけるんだけどな、ちょっとバインドオブカオスしてみます、はい、うんうん、やってみよう、ちょっと序盤なんで死んだらやり直させてください、ね、これとにかくこの次のマッシュまで行きたいんだよね、あれマッシュ何してんの、何してんの、あ、そうかこうなるから、うんうん、あれセシルが疑問しか出てないですよ、あでも大丈夫です、あでもギリここはライトスラスター一択、うんうん、これでも次エンチャント打てないよねエアビーこれエンチャント打ったら大変なことになります押し目だよね押し目とりあえずどっちかのアビリティイカパラホ、そうですね、じゃあホーリーフレーム打とうかな、はい、うん、ちょっと想定外なこと起きました、まあ、でもここでね、うん、マッシュまでつながればそうですね今1です、ね、残りのカウントは、まあ、ここで真空波を、うん、これで敵のカウントが増えますと、ここでガーランドさんは、うん、ラウンドエッジ、はい、そうですね、いやでもこれ結構余裕は出てたんじゃないですか、そうですね多少は、うんうん、まあ、ちょっと開幕ちょっと孫つきましたけど、うん、ここでライトエンチャントオールを使います、うん、セシルね、このライトエンチャントオールね、いろんなクエストでお世話になるよね、もうすごいありがたいです、でパラリンフォースを B に打とうかな、うん、いいですね、でガーランドさんはラウンドエッジ A かな、とりあえずじゃあここはもう均等に減らしていく作戦は、そうですね、基本的に均等に、いいですねこれね、いいよ、お、なんかいい感じですね、うん、強気にまた真空波で、あ、真空波でいきます、いや全然いいですよ全然いいですよ、うん、うんうん、敵を送っていこうかなと思います、うんうんうん、結構マッシュはその真空波も強いですけどオーラ系のも強いですよね、その強いですね、敵あの味方に分配が、うん、そうそうそう、味方に分配が戻るからすごいブレイクしなくなりますよね、エンチャントはまだあるのでセイントダイブを B にします、そしたらおディザスターオブカオスが溜まったので、うん、これは B に、あ、電気ロッド入れてなかったな、そうだね、電気ロッドは入れるとどんな効果があるのか教えてもらっていいですか、まあ、しびれがつくんですけど
しびれが大事っていうよりは、うんうん、あのレノが出てくることでタークス光線のデバフがついて、これも防御力を下げるので、ちょっと動いちゃったんですけど、電気ロットも入れとこうかな。はい、防御力下げるために。うん、じゃあ入れます。いいですね、ちゃんとそのコールのなんかデバフをうまく使いこなしてるというか。コールのデバフすごいありがたいですね。いっぱいデバフついてる。で、あ、はい、タークス光線いいですね。うんうん、これでちょっとまた攻撃が入りやすくなったかな。これでじゃあ B にディザスターオブカオスト。はい、うん、これでも今パッと見てる感じいい感じなのではっていう。なんかすごい順調。本当本当よ、ドキドキするそこちょっとイチャイチャしないでくださいこれね、マッシュいい位置でマッシュ来ましたね。ほう、なんかこれ、いや分かんない、こうオペノスケはちょっとマッシュ素人なんで、ちょっと素人考えかもしれないですけど、ほうほう、この敵に行動される直前のマッシュってオーラキャノン打てばブレイクされないよなと思っちゃうんですよ。あー、なるほど。だから今いい感じのオーラキャノンポイントなのかなってちょっと思いました。なるほど、そうなんですか先生。どうです、マッシュ有識者としては。確かに、でも真空波も打ちすぎると心配になるから、 B にオーラキャノンというのもありなのかな、うん、なんか一応オペノスケもこのクエストをクリアしたんですけど、そのマッシュはいなかったんですけど、うん、やった感じこの 100% から 80% までって結構もう削れると思うんですよ、うん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 、この14も残ってれば、うん、って考えると真空波を後ろに残しておいた方がいいんじゃないのかなって個人的には思う気持ちもちょっとある、うんうん、もちろんちょっと普段やってる感じがどうだか分かんないんで、あんまりちょっと口挟むといつもと違う感じになっちゃうと思うんであれなんですけど、はい、でどうなんですかそのマッシュ有識者的な感じだと。どうなんですか。いや、そう、オーラキャノンもめっちゃ強くて、うん、使いたい気持ち今私も今すごい戦ってるんですけど戦ってるんだこの今開幕でつけたコールアビリティのデバフを、はい、消さないでクリアしたいんですよね、うん、あー、なるほどね、この先を見据えてるわけだ。そうだからどうしよっかな、まあ、確かにね、その4アクションって結構短いから、うん、結構敵に動かせ、敵が動いちゃうとすぐに消えちゃう可能性も結構ある。確かにそうなんです。ただ確かに真空波は使いすぎると後で大変なことにはなります。これ後半はどうなんですか、その真空波っていっぱい使うんですか、その作戦的には。作戦はこのカウントが消えるまでは真空波めっちゃ打つじゃあもう決まってるやんなんで悩んだん。でもなんかやっぱそわそわする、使いすぎると。あ、そうですね、でも確かに使いすぎると心配なので、うん、じゃあ B にオーラキャノン行きます、うん、これならマッシュもブレイクされないのでは。確かに、いやー、あったけーあったけー、すっごいの。お、しかもミス。これが格闘家の力か。はやー、セシルさんはまだアディショナルもあるので、ここはじゃあホーリーフレームにしようかな、うん、はいはいはい、うん、いい感じですね。ここで A に無限頭部かな、うんうんうん、打ちます。うん、かわいい。もう一回 A は行動してるから、この次に行動させるのが最後ぐらいの気持ちでいるってことよね。可能なら可能ならそうですね。これってB にラウンドエッジを打とうかな、うん、はい、うん、あれですね、ボスの HP 自体はそんなに高くないですよね、見てる、やってる感じ。そうですね、解除された。 B はカウントが解除されました、はい、じゃあ、はい、A にパラディンフォース、はい、これでカウントが解除されそうですね。解除、うんうんうん、解除されたされた。おお、痛いんだよなこれ、うん、すごいブレイブもたれた、すごいもたれた。まあでも目の前にいるのが A だから、うん、A にソウルオブカオスかな、うん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 、
さあこの後は、どの辺気をつけるポイントなんですか。次が多分70切るとまた防御力がグーンと上がってすごいブレードを持つ状態になるので、それまでそこになったらまたマッシュでタイガーブレイクして、その後フレンドのティファさんと交代できたら交代したいかなって感じですね。わかりました。そっか。さあそしてマッシュ、もう B めっちゃ危険だもんな。うん、怖い。たくさんブレード持たれるんだよね、ここのボスは。そうですね、これはオーラキャノン打っちゃうと、はい、多分まあ次 A と B の攻撃になっちゃうから、うん、まあ、嬉しくないけど、うん、ちょっとやってみます。オーラキャノンを B、 はい、うん、うん、どうだどうだ、コン、うん、はい、触った、もう触った、あ、下がりそう、うん、ちょっと安心、うん。さあでもこの後はもうなるべく動かしたくない気持ちがすごい。そうですね、また B にオーラキャノンかな。もうこのオールはやばいオールだと思うんですよ。やばいオールね、トラウマになった。ちょっともうあんまり来たくないです、来てほしくないですね、これは。はいはい、あ、ディザスター溜まったので A にディザスターオブカオスを打ちます。そうそう、さっき言ってた 70% も近づいてきましたね。そうですね、ディザスターじゃさすがに 71%、 あ、でも行きそうな雰囲気もあるな。強い、あー、ギリ、あ、おっと、そう、刺激あるからね。トントン、うん、でもいいんじゃないですか、これでセシルでちょうど70削れそうな雰囲気あるけど、うん。例えばこれセシルライトスラスターを打った後ライトエンチャントとかしてみようかな。あ、いいんじゃないですか、そのエンチャント効かさない作戦っていう意味では全然優秀だと思いますよ、うん。アディショナルももう切れるので、はい、ライトスラスターを打って、あ、もう更新していく。そうですね、はい、うんうん、まあ、これで70から60機械になってくれればなりました。いい、ね、ちょうどいい、これ順番的にはいいよね。うん、待ってましたよ、これを。これでタイガーブレイク、はい、召喚、はい、山を、山をね、どこの山だそれみたいな。かっこいい、かっこいい、いや、崩れました、すぐ崩れた、すぐ崩れた、飛びたい気持ちにもなってるよ。本当だ。バインドオブカオスを打ちます。はい。B に打とうかな。はいはいはい、はい。吹き飛ばさない感じに。ここではちょっと吹き飛ばさない。あえてね。あえてね。見ます。ちょっとあえて。わかりました。はい。いやー、これ全体チェーンなのがありがたいよね。うん。セシルさんはまずライトエンチャントオール、はい、で、あったかい、はい、うん、ここに無料を使ってかつちょっと A さん B さん近いので、うんうん、私たちに破攻撃で遠くに行ってもらおうかな。ああ、なるほど、うん、何かあった時のクラウドだ。うん、破攻撃を B に打とうかな。うん、クラウドはやっぱこの辺の汎用性高いですよね。これがもうオールクラウドは持ってて安心。お、2人とも吹き飛びたい。 あらら、私のシナリオでは、はい、どうぞ教えてください、そのシナリオを。吹き飛ばすと、うん、で、追撃の時にガーランドさんが、はい、遅らせることができるんですよね。あ、そうですね、追撃をするだけで、あの今 のバフがね、今3アクション残ってるこのバフが、うん、その効果ありますね。そうなんです、このそれマッシュね、あれ好きすぎて、ね、押しちゃった、好きすぎてマッシュね、はい、闘争の魂があると遅延、追撃の時遅延できると思っておりましたので、はい、A を吹き飛ばそうと思ってました、はい、その気持ちのまま突き進んでみようかな。うんうんうん、ガーランドさんは HP 攻撃でもブレイブ攻撃でも
ブレブ攻撃でも支援してくれます。まあ、今ブレブ少ないからね、ブレブがいいと思いますけど。うんうん、じゃあ A に攻撃します。はい。なんかバッてやって。と。いいですね。テイルガーランドブレブ貯めて。はい、ほら下がってる。下がってるね。下がってますね。そしたら、うん、ここで、うん、マッシュを、大好きなマッシュなんですけど、はい、一旦ティファニー、あ、ここでなんですか。ここがフレンドポイントなのね。そうですね、ここからまたマッシュの力を借りるときは来るんですけど、はい、それは後半だと、うん、後半に力を貯めてもらうために同じ格闘家であるティファニーなるほど、来てもらいます。あのアビリティ無料だけど、うん、うん、はい、そして B に、はい、キハさんはまずは気合を入れていただきます。うんうん、ふん、強い、すでに威力がやばい、恐ろしい、恐ろしい、あ、しかも飛びたがってる、悩ましいな、飛びたがってはいるぞこいつ、うん、え、ガシャンでして飛ばしてガーランド、ガーランドいっか。じゃあせっかく飛びたがってるので、うんうん、B にメテオクラッシャーを、はい、これはティファでどのぐらいまで削りたい気持ちなんですか。もう 50% 切っちゃえみたいな、削れるところまで行ってやるみたいな、うん、これでも結構削れたんじゃないかな、すごい 50% 来た。今は無料期間中なので、うん、ここはもうラウンドエッジ。そうですね、大事ですからねこれ、うん、いや、いいダメージ出てますよ。はい、パラディンフォースを A、うん、そう、敵もでも結構行動は近くなってきましたね。そうですね、うん、お、特殊カウント、あれあれ、特殊感度、ちょっと私のミスで、はい、もう入っちゃいました B が、あの、はい、次のね、これはシナリオ通りではなかったっ、全然こんなつもりはなかったシートに減らしておくつもりだったんですけど飛んじゃえとか言ってなんかいろいろやってるうちに、うん、エロー減ってしまったと。はい、ただ、うん、フレンドのティファンのいいところは、うん、気合をめっちゃ打った後帰ってくれるんですよ。すごいかっこいい。あ、そうですね、はい、わかります、わかります。なのでここはちょっともうマッシュにちょっと心配だから、うん、カウントアビリティ怖いので、はい、気合をいっぱい打ってもらってですね、これバースト打つのってガーランドだと思うんですけど、はい、ガーランドはいつバースト打つんですか。もうこれはマッシュが帰ってきた後、次でバーストを打ちたい気持ちでいます。じゃあ気合を打って帰ってもらって、マッシュが帰ってきて、うん、じゃあもう本当その次のガーランドで行くぞって感じなんだ。そうですね。また気合だ。気合だ。また気合だ。いや、この気合もえぐい強さ、すごいですよね。ずっと気合でね。すごい恐ろしい。うん、ありがとう。はい、来ました。あ、来た来た、はい、でもありがとう、はい、仕事を終えて爽やかに帰ってく、帰り、はい、そして、真空波をここで打ちます。そしてここでバーストに入りたいと思います。はい、まずバーストに入る準備をします。いいですね、これ大事、うん、いいですよ、うん、はい、じゃあバーストに入ります。ダン。はい、さあどういう風に組み立てていくのか、このバーストを。ですね、はい、今割とブレイブを持ってるので、うん、EX のディザスターから、あ、いいですね、はい、打っていきたいなと思います。はい、はい、B に打ちます。まずは後ろにいる方の B から遅延させて行くっていうのは、まあ、ガールと使う上ではね、そのなんだろう、じゅんぐりにしちゃうと ABBA みたいにしちゃうと結局後ろ下がってないなみたいになっちゃうんで、もったいない、よくやっちゃいますそれ。
いいですね。いいダメージが出て、そしたらじゃあまあ均等に次は A にバインドオブカオスを打とうかな。うん、いいですね。はい、いやバインドオブカオス強いよね。うん、このアスピルもいい仕事するんですよね。ラウンドエッジが使えるっていうのはでかいんですよね。そうですね、ラウンドエッジめちゃめちゃ嬉しいので、じゃあラウンドエッジを B に1回目打ちます。うん、今いい感じに A、B の順番で後ろに下がってるんじゃないですか。そうですね、じゃあ今度はなんか A にラウンドエッジにしてみようかな。うん、いや、いいと思います。いいダメージ出るな後半でも。で今 AB になってるんですもんね。 AB の状態、だからソウルオブカオスを B に打てばいい。 B に打てば、そっかそっか。じゃあソウルオブカオスを B に打ちます。はい、さあこれで硬くなっちゃうか。まあまあでもこれはしゃーなし。これガードだったら行くんじゃないの。フィニッシュバーストで削れる気がしてなんかする。ちょっと頑張って頑張って頑張れ。さすがにいけないのかな。はい、なんかいけそうな雰囲気あるんだけどな。さすがに削り切らないか。あ、いやでもよ、あんなに硬いのによう削ったと思いますよ。惜しい。いやでもすごい削ったね。ありがとう、強い。そしたら、まあ、これは今硬いんですもんね。うん、そうですね。一応 B にね、じゃあセイントダイブを 打ちます。はい、いいですね。ガールのロバース効果も相まってこう火力が出てる感じしますね。うん、ではガールのさんがね、頑張ってくれたので、はい、タイガーブレイクじゃなくても良さそう。うん、A に無限頭部で、はい、はい、この体力というかこの甘い方だったら進行波も相当余裕ありますね。うん、いけるかも。そして無限頭部も減るな。強いんですよ。と、そしたらセット逃走しようかな。バースト効果大事にした方がいいと思いますよ。あ、そうか、今バースト中か。そこはでもディザスターでもいいんじゃない。気にせずディザスター、そっか、じゃあ B にディザスター。はい、はい、そうですね、ディザスターは持ってるブレイブが少ないとちょっともったいない気もしちゃうんですけど、まあそうですね、まあ、でも恐れずに、はい、B にディザスター。はい、なんか遅延目的だと割り切れば。あ、そうですね、言うて後半は火力そこそこ出るんで。うん、うん。ちなみにこのクエストってアクション数どこまで許されるんでしたっけ。90だった気がしますね。あ、90だ。全然余裕ですね、まだ。うん、いやなんかすごい良い調子な、うん、良い調子に見える、うん、これはライトスラスターを打とうかなと思います。はい、ちょっとあのエンちゃんとのためにも。あ、じゃあもう本当に最後までエンちゃんとは切らさない作戦なんですね。そうですね、なんかそうだったみたい。そうだったみたいだったら、うん、どこの会話したんですか。では真空波、うんうん、なんかあと真空波打ってるだけで飯が食える感じがします、ね。うん、でこれも、あ、でもまあじゃあソウルオブカオスとかにするかな。まあ、B があんまり見えてきて、見えてないから。そうですね、 A だけチェーンでも全然いいかもしれないですね。 A にソウルオブカオス、威力。召喚はいつする予定なの。召喚は敵たちが近づいてきて怖いってなったら、はい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 、大事ですね、それも、うんうん、打つという気持ち。怖くなったら、うん、なんか気持ち的には一応保険なんだよね、きっと。そうですね、召喚のことはもう忘れておいて、うんうんうん、何かあった時にそうだ召喚があったという。とりあえずじゃあ
気にせず忘れて進めていくんだね、うん、そうだね。いやでもこれマジでいい感じだと思いますよ。とそしたらなんか A と B がちょっと離れつつ、はい、また A さんがちょっと近づいてるので、そうですね、またクラウドさんに画量転生をしていただいて、いやいいですね、かつガーランドさんでね、ちょっとねこれだと遅れるので、ちょうど A が B にくっつく感じになるでしょうね。そうですね、おそらく、うん、いやこの吹っ飛ばしガーランドのギミックがいいのよ、ね、いやすごいこれ、しかももう一回左におかわりができるから、これ飛び下がってる、飛び下がってるね、じゃあ飛ばしてやるか。画量転生はあの飛んでないやつも飛びたがるやつだから。あ、そっか、そう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 、そうだったわ。だからね強いのよクラウドガーランド。そうか、じゃあ B にパラディンフォースを、はい、します。もう文句なし感がすごい。さあタポタポだぞ。11万も出るのあれすごっ。うーん、そしたらここは真空波、完全に真空波マシンになってますね、うん、で A にじゃあソウルオブカオス、はい、うん、いやガーランドのバースト効果いいですね。なんか結構防御力気にしてたじゃないですか初め、うんうん、だけどやっぱりこのガーランドのバースト効果中はずっといいダメージが出てる、すごい強くなりますね、うん、強い。じゃあ B にセイントダイブ、はい、はい、いいと思います。では B にセイントダイブ打ちます。ここでラストタイガーブレイクを打とうかな。うんうんうん、とりあえずガーラのバースト効果が残ってるうちにちゃんと火力の出る技を火力出すみたいな、うん、じゃあ B にディザスターオブカオス、はい、打とうかな、うんうん、いやでもなんか勝ち感が結構出てる、もうなんか、ね、軌道に乗ってますよね、軌道に乗ってるよね、うんうん、これで、うん、はい、 A にセイントダイブ、そしてワーランドはそしたらバインドオブカオス打とうかな、うんうんうん、をバインドオブカオスを A に打ちます、うん、いいダメージですね、支援もいい感じ、うん、うん、見えてきた、見えてきた、そうね、マッシュは真空波、うん、無料期間中なので安心安心。こうやって見るとマッシュのアビリティは残りますね。そうですね、思ったより残りましたね。あと2回だアディショナルが、うん、だからライトスラスターを打とうかな、えい、月の導きを頼んだ、A にラウンド1、はい、はい、はい、お、あー、ここの無限頭部は威力出そう、無限頭部威力出そう、あーでもあれですね、ガーランドのバースト効果がなくなったのでもしかしたらそんな威力出ないのかな、ちょっと想像がつかない。でもじゃあ解放しようかな、攻撃力ちょっと上がるから解放だ、うん、見せてやる、見せてやる、うん、はっ、スパン、もういいダメージ出ますね、うん、うん、そしたらライトニングサントホール、ありがとう。そしてはい、うん、なんかもう召喚しようかな、もういいんじゃないですか、うん、もうピンチにならないでしょオーディンもずっと光っててくれたし、うん、ありがとう。オーディンの防御力ダウンもすごくありがたかったよ。
バディフォース。いや勝った気でいる、勝った気で。いやもういや油断してるこれ、油断を。まあまあ負けねえか。うん、もうえい。あいいですね、雑に使い始めましたね。えい、おいおい、うん、これはもうこれだ、おーなきゃほんじゃい。すごい配ってくれますね。あっ、うん、おダイブダイブ、はい、終了です。見事クリア、素晴らしいね。一応なんかスコアも見ておきましょうか。はい、更新したんじゃないか。もう全然問題ない気がするけど、うん、お更新した、はい、そして全部文句なし、はい、ということでね、モイシープレイしてみていかがでしたか。はい、もう序盤が肝ですね。そうね、あの一番初めのカウントがね、うん、きついのよね。そうですね、なんか最初がすごいなんかドキドキしました、うん、ピンチだった、うん、なんか、うん、最初のその防御力めっちゃワンってやるときは、その防御力無視のキャラクターが育ってなかった場合はどんなキャラで挑めばいいとかあるんですか。例えばなんですけど、まあ、これ多分パーティー編成の都合もあると思うんですけど、オベノスケ的には例えば、バッツのエレメントアタックってあれってあの強制的にブレーク、まあ、強制ブレークっていうかあのブレーブを減らしてからダクってくれるんで、うんうん、あの絶対にブレークしてくれるんですよ、うんうんうん、だからバッツを連れていくのもあるし、うん、もしくはコールでエレメントアタックを選ぶと、うんうん、その一番初めにバッツパパパってやればババババってブレークしてくれるんで、うん、それでも OK。 なるほど、なるほど。あとは、セフィロスは結構このクエスト個人的には刺さるなと思ってて、うんうん、あのブレーブがボッて上がってもバースト効果中だったら1に戻るから、うん、例えば事前にフレンドセフィロスを使ってバースト打っとくと楽になったりとか、まあ、もしくは自前でセフィロス使ってる時に、まあ、開幕だけきついんですけど、うん、あの2回目3回目はブラックマテリアボーンって打てばゼロになる。そうか、確かに、はい、あとは、まあ、ちょっとテクニック的になっちゃうんですけど、うんうん、その 70%、40% だったっけ、そのブレイブがポッと上がるの、うんうん、あの直前にコールでセッツァー使う。おそうするとフリーズジョーカーの効果で上がらない。なるっていうので、なるほど、直前に。そうなのよ、直前に。あのオペノスケはその辺使ってマッシュなしでクリアは一応しました。あ、そうなんだ、なるほどです。さあ今ので手が質問に答えられたかな。うん、いやなんか私も一回直前、はいはいはい、この収録の直前に挑んでみたんですけど、うんうんうん、モリシの マッシュマッシュでやって行ってみて、あとちょっとで勝てなくて。あら、惜しいとこまで行ったんだ。でももう使っちゃったからモリシのマッシュ、うんうん、なくなっちゃうんだよね。またしばらく出てこなくなっちゃうね。しばらく出てこないから頼っちゃダメだと思って今その作戦を考えてました。はい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 、はい、うんうん、のすけさんに一時期だけでもバッツとかにしていただいたらいいのかな。ああなるほど、数少ないフレンドたちに返せ総力戦をそこで挑む。なるほど、ありがとうございます、はい、あちなみに今回のクリアのご褒美は何なんでしょうか、うん、はい、今回はね、そのモリシはね頑張ってくれたということで、ご褒美は視聴者の皆さんへいつもの1000ジムではなく、うん、2000ジムを12月の開設によるレポート報酬に上乗せしてプレゼントさせていただきます。ありがとうございます、はい、こちらは12月末頃配布予定だそうなので、うん、忘れずにログインしてゲットしてくださいね。モリシありがとう。ありがとう。ということで以上、激闘京都オペオムムのコーナーでした。オペオペ EX。 では最後にこちらのコーナー、お前が書くって言ったからさよよ、こちらは毎回オペラオムニアに関する何かのイラストを描き、そのイラストが何であるかを当てるお絵かきクイズコーナーです。1人がイラストを描いてお題を出題、残りの人が回答者になりますよ。はい、うん、今回の出題はひとちゃん。はい、私とオペノスケさんは回答者となります。うん、うん、みんなにちゃんと伝わるように書く。ではお題を確認してください。はい、うん、初見ですからね、これが。ドキドキ。はい、ちょっと。ああ、
自信ありそう。ある。おいいぞ。ちょっと待って。ちょっと待つんだ。いや、ある。うん、オーケー。はい、制限時間は30秒ですよ。はい、ではお絵かきお願いします。お願いします。さあ、ちなみに視聴者の皆さんも一緒にひとちゃんが何を描いているのか考えてくださいね。はい、制限時間は30秒ですからね。うん、もうなんか結構やばい感じ出てるけど。なんだっけ、どんなんだっけ。さっきの辞書はどこ行ったんだ。制限時間30秒、あと4、3、2、1、カン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 、終了。書く前に自信あるって言った人の顔じゃねえ。ではひとちゃん、イラストを見せてください。はい、こちらです。ということで、大和田が書いたのは何でしょうか。回答をお書きください。かわいい。なんかかわいいことだけは伝わってくるよね。めっちゃ笑ってるじゃん。うん、これは仲間だな。あのね、わかった。あ、オペの付き合いはわかり申したよ。これ書いていいですか。私もわかった。これ、右上のはなんだ。あのね、右上ではね、わかんない。あれ、いらなかったかな。右上のはなんだ。まあでもこれがなくてもね、私の画力でも伝わったよね。右もね、これかなっていうのはわかった。ちょっと裏に書いていい。右上も、じゃあ右上も。ああ、なるほど。うん、え、それは硬いですか。硬い。硬い。硬いですか、柔らかいですか。硬いです。硬い。それは生きてますか、死んでますか。生き物なの。生死の概念がないです。なるほど。あ、え、じゃあこれ違うわ、多分。いや、オペラさん、ちょっと違うもん書いたわ。え、逆に何書いたんだろう。それでは回答を発表してください。はい、ではオペノスケから発表します。うん、こちらです。で、うん、バルファーレ。うん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 。じゃあ一応その右上のっていうのも見せていただいてもいいですか。裏に落書きみたいに書いたんで、それでもいいですか。はい、いきます。こちら。おー、なるほど。かなってと思ったんだけど、なんかそのリアクションを見るにこれは違うのかもしれない。では、ゆきこさん。はい、私の回答はこちら。でらん。うん、うん、バルファーレ。扉いず何で、その後ろにあるのは、うん、寺院の扉なのでは。その、あ、なるほど。戦あ祈り子の前通ずる。なるほどね。うん、硬くて、はい、生きてない。はい、まあ、確かに当てはまってる。こう違うのか。なんか今冷静に考えたんだけどさ、この右上に関してはさ、もう大和田さんの裁量次第じゃん。答えの発表です。はい、こちらでした。どうぞ。おお、ということで答えはバルファーレ。昔書いたのより全然上手くなってない？嘘。え、昔書いた？ブラッパー。昔書いたっけ？昔ね、書いた。嘘。書いた、私。書いたのよ。本当だ。あ、なんか。え、森下さんはどんなの書いたのかな？ニワトリやん。ニワトリ。人がいるので召喚してる。あ、でも、そっか。本当だ、なんか柔らかみ、ね。柔らかみが出たね。これは、はい、でも書き途中なんです。はい、じゃあそれ逆に言うと最後まで書いてみてもらえます。最後まで書いてみて当てれるかですよ。うん。うんと、うん。うん。うん。大事なんだな、それは。はい。え？これは。あ、え？ちょっとどうする、一人ずつ行ってく。うん、え、マジで分かんないんだけど。え、分かった。祈り子、教会。そう、さっ
時のユーナのスキンに絡めてんじゃない、うん、そう、結婚式行われた場所これはあのほらみんなでガシャーって言って襲撃してこっちからティーダたちが来てこれはあの銃弾撃たれるもんねって言ってって言ってもうでも鼻勝ち鼻勝ちまあ一応正解は正解なのかな、うん、我々でもやっぱ悔しいですね、あのね真の正解は確かにね難易度が高い方の問題で答えられなかったみたいな感じはある、うん、ね、おかしいな気持ちよく終われるはずだったんだけどまた30秒の中にこんな情報量は使うとはあーそっかはい、ということで、はい、こちらのイラストはファミ通特設サイトでも公開されますのでぜひチェックしてくださいね。以上、お前が描くって言ったからさのコーナーでした。オペオペ EX。さて、お送りしてまいりましたディジディアファイナルファンタジーオペラムーニア公式番組オペオペ EX の第13回、そろそろ終了のお時間です。はい、そして番組では皆さんからお便りも募集しております。番組概要欄のリンク先にある番組投稿フォームからお送りください、うん、あなたのプレイエピソード、〇〇がクリアできない、キャラの使い方がわからない、私たちの冒頭の挨拶の質問などなど、もちろんあと普通歌もね、たくさんのお便りを募集しておりますよ。よろしくお願いします、うん、お願いします。ということで番組第13回、はい、今年最後の放送となりますけれども、うん、どうでしたか、はい、楽しみだね、ゆうな楽しみだね、うん、そうだね、来てないよ、そうだね、ジタンジタン来てないですよ、温まってますよ、彼女の、すごい温まってますよめっちゃ温まってる彼女でもなんか、いやもうそのね、ユーナ来たけど、うんうん、派生作品ではない、いわゆる代表キャラたち、代表キャラたちのバーストも残り数人になってきた気がするので、ね、多分ジュタンもそろそろ来るんじゃないかなって個人的には思ってます、うん、なんかね、本当最近良くないことを覚えた感じがする本当に最近良くないわよ。楽しみに、ユーナも楽しみだし、うん、その来年のバースト事情も、まあ、そうだね、楽しみ、楽しみです、ね、そこはね、本当にお楽しみに待っていただければなと思ってます、うん、あと今年はさ、あのぴょぴょ EX で新しいさ、うん、シリーズが始まってさ、うんうん、こうお便りとかもさいただけたりとかして、うん、すごいなんか嬉しいかったね、なんか確かに皆さんの声が直接、うん、あの届いてすごい嬉しくって、うん、あの新年でまたさ、あの前回さ私たちがさ、はいはい、投げかけたじゃん、普段どんなオペオム用語使ってますかみたいな、うん、プラプラとか使ってますかみたいな話とか、うん、もういくつかお便りがいただけているようで、うん、新年の一発目の、はい、放送でちょっと紹介したいなって思いますので、こちらもぜひ見てください、ね、はい、はい、次回の配信は来年2021年1月、うんうん、お正月頃に、うん、いつもより短い特別編をお送りする予定です、はい、詳しくはオペラオムニアの公式ツイッターなどをチェックしてくださいね、うん、それでは皆さんまた2021年にお会いしましょう。良いお年を。